まあ、今回はまだアイテムショップに登場してなくて、まあ、今後は新しくアイテムショップに登場するって噂されてるスキンたちがね大量にあるからね、それを紹介していこうかなって思います。まずは FNCS スキンやね。これ今ね FNCS グランドファイターのがあと12日後にあるんよ。だからまあ多分近いうちに来ると思うよね。あと1週間2週間ぐらいで、まあ2週間、いやあと1週間ぐらいで来ると思う。あとね、前回確か FNCS スキンってこんな感じの大会で無料でゲットできたんよ。まあ、今回はね世界大会ないかないと思うんだけど、まあ、もしかしたらワンチャン無料になったもんね。まあ、これは多分ほぼないと思った方がいいと思うけど。あと次はね、これ俺が気になってるやつなんだけど、なんかオーバーウォッチのコラボするよみたいなさ言われてるやつあるやん。これコラボの伏線じゃねみたいな。このスプレーがあのいつゲットできるようになったかが気になる。なんか来るって噂されてるけど結局いつ来るか分かんないしね。あとはね、なんとこれと、まあこのゲームなのかな、わかんないけど、これとコラボするらしいのな、この作品と。まあクエストもあるらしいから、何かしらの無料報酬とかもありそうやね。俺あんまボクシング知らないんやけど。あとはね、これはね多分しばらくは来ないと思うんだけど、まあ、この新しいスキンたち、なんか今開発段階中ってなんか言われてたから、まだ来ないだろうけど、多分次のアップデートぐらいまでには来そうだね。じゃあ次のアップデートぐらいには。あとは、新しい世界を救えバンドルだったり、これバックアクセサリーがさ、医療キット持っててめっちゃ可愛いよな。あとは、今回のアップデートで、まあ、このスキンたちに新しいスタイルが追加されたと思うよね。だから多分こいつらもアイテムショップに追加されると思うな。あとは、まあ、ロッカーバンドルやね。これワンチャン追加されてたかもしれない。あんま覚えてない。こんな感じで、あと多分他にもバンドル系とかあるんだけど、なんかバンドルはまだ来なさそうやから、まあ、大体こんな感じな気がするな。